やってきたのはリーガロイヤルホテル東京。ここで日本酒造組合中央会主催第5回本格焼酎&泡盛カクテルコンペティションが行われました。皆さんこんにちは。お酒大好き YouTuber のコピです。私芋焼酎が大好きで、もう毎晩宅飲みするぐらい本当に好きなんですけど、今日は本当にもう楽しみに来ました。情熱メラメラでリポートさせていただきたいと思います。それでは行ってきます。楽しみ。5回目となるこのイベント、今年は3年ぶりにリアルで開催され、予選を勝ち抜いた9名によって本格焼酎泡盛ベースのオリジナルカクテルを開発し、その味や見た目の美しさ、サービスなどが競われました。会場内には本格焼酎と泡盛を試飲できるコーナーも。中には前年度優勝カクテル花しぐれの姿が。春の俳句の季語から取った花しぐれ、ライチの香りがするフローラル系のカクテルだそうですよ。お味はいかがですか？いただきます。わー、華やかですね。本当にライチ の甘みもありますし、そうですね、あとにフローラルの香りとか、美味しいです。とってもこれは本当お酒飲み始めの方とか、あの、お酒弱い方とかでもぐいぐい飲めてしまいそうな、飲みやすいですね。カクテルコンペティションに出場した作品が飲めるコーナーも。早速試飲してみることに。梅酒と抹茶の組み合わせがどんな味するのかすごい気になってて、抹茶の緑ですごく鮮やかです。いただきます。あ、美味しいです。でも自然の感じを感じるというか、あ、抹茶の風味もありますか？そうですね、自然の感じというのは、うん、おそらくこのヒノキ、ジャパニーズビーターズのヒノキさんとして、最後にヒノキの余韻が来るようなカクテルを仕上げさせて、本当にヒノキの香りというか自然を感じます。とっても癒されますね。ありがとうございます。美味しいです、うん、ありがとうございます。美味しかったです。雪解けという作品の通り、雪に見立てていく。そうですね、淡い色合いを大根で表現します。うわー、すごい素敵です。これ味本当どんな感じかとっても気になります。すごい見た目もとてもコンパクトあります。花が乗っててとっても可愛らしい。これは春の。そうですね、春に花が咲く、おじそうを振っております。すごく季節を感じる一杯で、いただきます。わー、美味しい。爽やかですね。なんかこうもっと大根の風味を感じるというか、ガツンとした感じなのかなと思いつつ、レモンジュースのおかげなんです、ね、そうですね、レモンジュース爽やかに、あ、爽やかです。とっても美味しいです。これ大根の食感も感じられて楽しいですよね。ありがとうございます。わー、芋焼酎と生クリームのカクテルをいただくことに。わー、すごい香りというか、もう引き立って美味しいですね。なんかもっと生クリームでもうもったりというかしてるのかなと思ったんですけど、結構サラサラしている感じなんですね。毎日深夜に飲みたい。そして栄えあるグランプリに輝いたのは、10番作品名足火歌、アークバーグランデの福田麻人選手です。おめでとうございます。見事福田麻人さんの足火歌が選ばれました。実に鮮やかなカクテルです。最後に福田麻人さんの優勝インタビューをどうぞ。福田さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、たくさん練習されて試行錯誤されてできた作品だと思うんですけども、今のお気持ちをお聞かせください。言葉にできない第一なんですけども、
このカクテルのこだわりポイントって教えていただいてもいいですか。奄美大島を感じられる、無重心を感じられる、足ビンタが聞こえてくるっていうすごく込めた一杯でございます。グランプリの足ビンタを作ってもらいました。いいですね、こう鮮やかで緑と黄色と。いただきます。あーって飲むもんじゃないですよね。美味しすぎて、とっても美味しいです。やっぱりこう名前の通り遊び心もありつつ、そして黒糖焼酎って私初めて飲んだんですけど、とっても それが引き立ってるので、すごく美味しいんですね。とっても楽しいです、飲んでいて。そして福田さんのこうお人柄というか、なんかそれもこう華やかさだったり温かみだったりがすごくこの作品に表れているんじゃないかなと思いました。とっても素敵です。美味しかったです。ありがとうございました。